次のメインミッションはこれ？こんな話あったっけな。岸平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしい。岸平原って言うんだこれ。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。菅笠衆って何者なんだ。調べろ。調べれないけど。つか。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。どれ？あ、ここにもあるよ。あれ？馬が走ってきたぞ。何か来る？ここにも。ここまで逃げてきたのか。こっちか。ん？生きてる？あ、違うか。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。一緒にいたんだね。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。うわ、いっぱい来た。手を打つのか。考えておこう。かっけえぞ。当然だ。コモダの恨み晴らしてやる。一人も残すな。さあ、もう行くぞ。どうしよう。囲まれるなよ。後ろにいる。いただきました。いるな、弓兵が。弓兵がいるぞ。あぶね。ダーショダーショ。あいつめ。いって。ダメだった。ちょっと弓引くスピード上げないとな、これ。そのまま行って。見えない見えない。
これは外せばいいのかな。あ、降りてる。よし、あ、やばい、やられてる。よし、肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。そこ、騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだ。またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。来い、影。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長岡での刀比べ。あの後、お前はどこに消えたのか。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった。職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。体、お侍、お侍。どうした。お主の襲われたのか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。村へ行くぞ。砦か。宿営は近い。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてもな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は死んだなと言うだけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ、見ておれ。何やつだ。おい心臓、俺だ。仲間か。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。みんなかぶってるね。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ、ここを通れ。はい。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。シラミはやだね、確かに。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探す。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。
お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、進めていこう。レベルアップした。音を立てれば万兵が来る。鈴を使って遠ざけるか引き寄せるか。ボロボロすぎだろこれ。よし、お前ら行くぞ。こっちかな。一つ聞き忘れたことがある。こっちは。どうした。申してみろ。コモだからどうやって助かった。あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように。逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。いつでも大丈夫だよ。墓所とはこれだっけ。これか。よし、どこにいんだ。あ、いた。あれ、こっちもいてんのか。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。そうしよう。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。いるだろうね。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。どこだ。かがり火台の右のやつか。あれを壊せばいいのか。これ見つからない。ちょ、よし、まあ、とりあえずやっとこうぜ。で、ここから入る感じ。危な。いけた。ここにはいないね。これは破壊。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。櫓の火？これか。頼むぞ、龍蔵。お、突然。加勢するぞ。桃田の恨み晴らしてやる。
人も残すな。こっちにもいるな。上にいるはずなんだけど。あ、いた。ここか。ハウになってる。ほら。いかがでしたか。ここじゃないな。ほら、食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。あそこにでも俵あるじゃん。他にはないか。もうこの袋と神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。なるほど。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。下か。下が港になったんだ。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。のろし。硬い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。のろしどこなの。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。そうだな。あの船に行くのかい。もしかして旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。柱見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだ。用意ができたようだな。死なないから大丈夫だ。頼んだぞ。早い、もう放ってるし。行けー。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。あとを忘れたのかよ。 A の相手をするな。猛虎の船に乗り込むんだろ。乗るよ、後ろ。
あっちあっちあっち、よし乗っちゃおう。よし、え、これ敵か。よし、行こう行こう。あ、またいっぱい来た。やばいかも、のろし上げられちゃう。そう、あ、やべえ、のろし上げられちゃう。皆殺しでかい、結局。急がねばならぬ、貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。めちゃくちゃ目やったぜ。食い物を探そう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。何もないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったな。実は昔の話だ。ないね。それは上かな。え、何にもないじゃん。上行けないのかい？あれ、彼どこ行った？あれ？お、違う。あれどこ消えたんだろう？ないな。兵糧はあったか？どこ行った？地下。どこ隠れてた今。聞こえたか？4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。行け。突入じゃ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。あ、間違えた。ダーショダーショ。幽兵がいるぞ。弓はあるか。お前は頭に渡した。あら手が来た。殺せ。当たり前でしょ。突っ込むよ。いっと違う人に当たった。味方に撃ってるよこの人たち。幽兵本当嫌い。よし。
した。いって、あれなんかいるね、やべえな、後ろからやっちゃえ。よっしゃ、ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう、どんどん。ここは任せる、流行るなよ。次の船取れ、あれ、獣みたいな。ほい、効かねえ、やっぱり余力すごいね。ほい、あ、いって、マジ、あ、これクマいる、放ってしまえ。あれ、ちょっとちょっと、よし、いって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 、あの子、よしよし、バカめ、どうしよう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 、開いた、開いた、よしよし、頑張れ頑張れ。あ、物資中にあんだ。その間で見てこよう。あ、来た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 、クマが来た。クマがうろついてる。なんだこれ、やべ、いった、いった、やばいやばいやばい、ちょっとはめられてる。クマで死んでどうすんだよ。上か、あ、降りてった誰か、仕方でーす。奪われた兵道はどこへ。龍像、なんだい、うわ、やば、この程度へでもね、待って、よし、助太刀なんてなくても倒せたぜ。だろうな、あのデカッパラ見たか、食いもんは奴の腹ん中だよ。あらまあ、セイントセイヤみたいなのが、師匠、俺たちの食い物が、龍像、逃げるぞ、泳げる、だから飛び降りろ、それしかねえんだろ、火も回ってる、行くぞ。お、見つからぬよ、隠れなければ、あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃなら、お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。かっこいいね、黒く見える。よし、ひとまずここまで、お疲れ様でした。